本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ、誠や。この子は、見えん名でわしの手探してな。ぎゅーっと握って、離さんかった。泣きながら、ありがとう、繰り返して。わしは、そろちっさいで、どうにも話すことができんかった。あんたは、それ以来の親代わりっちゅうわけか。ああ。せやけどわしも昔は、ほんまの娘持つ親やった。うん？小さい時から病気がちでな。薬の副作用で最後は、よう目が見えんようになった。その仕草が、あん時の誠と重なりおうてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないこともわかってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、真島。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ？極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら、他にどんな手があるっちゅうねん！言うてみ！話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも、備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて、己の手汚さんとずーっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けど、お前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんは、どこまで行っても黒。せやったら、腹決めて地獄を釣らんかい！お前が俺の何を知っとるんや、ボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気は、ほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら、黒に染まった門の流儀、教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには、生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや、真島！
ああ、やるんか。まあ、その身代わりはきついよな。そんなことできねえよな。強いな。島さん、やっぱり。24歳だからね、これ、マジモンさん、この時。嘘でしょ。40ぐらいでしょ、これ。見た目。やべえ、やべえ、あ、やべえな、ちょっと待って。一回入れとこう。回復、回復じゃない、防御。あー、やべえ。ドス持ってんな。やばい、あ、間違った。あ、やったやったやった。やばいやばいやばい。あっす。あらら。もうちょいだね。あらだらだら。誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠のとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。な、なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。
何しとんのや俺は。今日で丸3日、結局何も変わってへん。いやむしろ状況は悪くなる一方や。女を助けたことを佐川に感づかれたらしまいや。まずは倉庫には向かわず、いつも通りグランドに顔出すか。グランドね。ん？ああ。行き止まりだな。ああ、やばいやばい。ああ。お金がたまんないな、なかなか。どこっちか。ああ、いるな、邪魔だな。はい。で、そこだね。で、2階かな。あ、違うわ。そっちか。あれ？どっち？あれどこ？あ、こっちか。ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てに、ほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？まあ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。リーのやつ、今日の昨日の今日でどういうつもりや。うん、これはめられてんな、多分な。分かった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。リーからの呼び出しか、ほぐし会館に来いっちゅうことやったな。うん、リーじゃねえな、呼び出したの。
はい。あれこいつなんだっけ。ああショルダーホンか。遅いですよ真島さん。ん？それは買い直してもらいましたよママに。新しいショルダーホンです。おお。さあお待たせしました。これで電話がかけられますよ。公衆電話なんか行かなくていいんです。真島さん電話したかったんですよね。早速これでご用のある方に電話してみてください。おお。どうしました？どこに電話しようとしてたか忘れたわ。真島さんアホなんですか？ちゃうわ。こんなに長い間振り回されたらそりゃ忘れるやろ。もうしょうがないですね。まあしばらくはここにいますから電話を使うようができたら声かけてくださいよ。いつでも使わせてあげますから。電池が切れてなければですけどね。わかった。しかし全く最先端ってのはデリケートなもんやな。そういうものです。でも僕は将来電話がもっと軽くなり、気軽に誰もが持ち歩くものになると思っているんです。もしかしたら話す以外にもいろいろな機能がつくかもしれませんよ。例えばカメラがつくとかね。まさかカメラなんかついたらまた重くなって肩が脱臼しちまうやないか。その時はその時です。また真島さんに助けてもらいます。ふふふ。おいおい、勘弁してくれや。もう最先端はゴリゴリや。10個完了。ほぐし快感だね。まあ多分敵がいるんだろうな。ということで粘膜の当選ボリューを取った非常に奇妙な事件ですが、この事件については CM の後引き続きお伝えしていきます。おお、マジマよう来た。まあリがリだったんだやっぱり。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って。お前やったやろ。あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから、牧村誠さん20歳と見られます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し。何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろが、牧村誠の死体や。
んやと？あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もんや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前、グランドに？いや、もうちょっと。ええ店やな、真島くん。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。第8章争奪戦。一体何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何もんなんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の音が別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。どないする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれや。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。電話の男はグランドにおるはずや。その面を拝ませてもらおうやないか。グランドへ向かえ。行きましょう。こっちから行けるか？あのこいつなんだ。エミ、あんたのせいで散々だったんだ。全然言えてない。あんたのせいで散々だったんだからね。誰やお前。パッシー君があんたなんか連れてくるから。私トモ君に振られちゃったんだから。ああ、パッシー君をパシらせとった女か。なんや怒っとるようやけど、悪いのはお前やろ。うるさい。あんたのせいで私、うわー。おい、泣くなや。彼氏に振られたからって、あんな最低な彼氏どうでもええやろ。お前も性格は悪いけど、顔はまあそこそこ、いいんやし、すぐに新しい波の男程度のやつが見つかるやろ。何よその慰めは。全然フォローになってないんだから。フォローしとるつもりないけど。ムキー、腹立つ男。あ、そうだ。今日はあんたに用事があったんだった。用事？それどころじゃねえんだけどな。あんた噂によるとキャバクラの支配人やってるんでしょ？責任取って私を雇いなさいよ。なんや責任って、逆恨みにも程があるで。逆恨みでも何でもいいわ。パッシー君がいなくなっちゃったから私欲しいもの自分で買わなくちゃいけなくなったの。そしたらみるみるうちにお金がなくなっちゃう。今月金欠で本当大変なの。
あんたの店でお金稼がせてよね。お前がうちの店で金稼げるかどうか知らんけど、汗水垂らして金稼ぐ大変さを知る、ええ機会かもな。よっしゃ、ええで。お前をうちの店で雇ったるわ。本当、やったー。私、エミ。よろしくね。エミ？その顔でエミか。なんや、覚えにくいな。そうや、パーシー君のことをコキ使っとったし、お前の源氏名、パーシー子にしようか。パーシー子。パシコで行くんかい。ちょっと何よパシコってダサすぎる。お前なんぞパシコで十分や。文句があるんやったらやめてもええねんで。ぐぬぬ、いいわ。甘んじて受け入れてあげる。その代わりいつか覚えてなさいよね。楽しみにしとくわ。ああ、スカウトか。まあ、増えたな。あ、そこね。OK。あ、またいた。お前は。その節はお世話になりました。お店の中に、うちの組長がお邪魔しております。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の死体、お受け取りになられましたよね。どうぞ、親父が待ってますから。ほら、ここええやろ。あ、あかん。わしのも触ってえな。いや、もう。ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったら、いくら払えば揉んでくれる？せやな。じゃあ、1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です。お客様。支配人。ほう。あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって。そんな乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してます。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃつこてるんやで。まあまあ、座ったら。たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。
何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会、こっちの欲しいもんは分かっとるやろ。真島くん、牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前ら、なんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ、真島くんもそれ知りたいやろな。なやったら、わしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。あれ、なんや真島くん、どないしたんや。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島くんの流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島くん、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。
がっかりさせんなよ。やるんか、やべえやつだなこいつ。やべえやつだな。そんな強そうに見えねえけどな。おっと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 。でなんだろう、口ほどにもねえなこいつ。あった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 。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロお騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島君。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのに、もう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。店が開くまでは事務所で待つか。事務所は2階だね。でした。ええお客さんになりそうやし、ちょっとくらいええかなって。お店開けるんですよね。営業電話かけときますね。あかんで、あの触らしたら。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。